皆さんこんにちは、ゆうじくんです。今日やっていくかなんですけども、誰が一番キレてないサーブをキレてる風に見せることができるか選手権ということでございます。だからお互い全員ナックドナックルのサーブ出してもらって、でもめっちゃ下回ってキレてる風に落とすっていう俺らが、ね、それも優勝者決まってるでしょ。まあその演技力誰が一番あるのかと、今ワッタとアリエと僕がいるんですよ。なのでその3人でもうリアクション、言葉、もう動き何でもやっていいです。それで誰が一番キレる風に見せることができるのか選手に、はい、で最後にじゃんけんして勝った1人が下回転サーブを実際に出します。1人だけ実際に下回転のサーブを落としてる状態になる演技で、視聴者にバレないように、う最後は答え合わせで視聴者が誰が実際にわざと本当に落としてるのか、本当にキレてて落としてる人は誰なのかっていうのは最後に1人誰か当ててもらうからさ、はい、その前に僕らの演技力はこんなんですよっていうのを見せてから最後に視聴者にクイズとして出そうかなということで、早速その企画やっていきたいと思います。ちなみに自信のほどは皆さん、いやもう何年 YouTuber やってると思うごめん1年半ぐらいもう YouTuber たるもの、その辺の演技力はピカイチでなければなりません。もう今まで僕もね、どれだけ散々視聴者のこと騙してきたということで、まず順番決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。俺が一番か。ちなみにどんなナックルサーブかっていうのも一回出してもらいましょうか。はい、本当にこういうナックルサーブです。はい、もう普通に、はい、進んでくるような。どれだけリアリティを追求できるかどうか、試合だと思う。さあさあ、はいっていう感じで、僕はあえてのもう無言スタイル、まあ、僕はこんな感じでリアリティを追求していきたいと思います。これ後にやる方きつくないじゃあ今度有江選手に出してもらやってもらいましょう。前ミドル前、あ、じゃあミドル前、ミドル前、はい、じゃあちなみにワッタが出すサーブ、普通のナックルね。はい、これです。はいはいはい、それがね、ナックルです。はい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 、底辺の力見せてくれ。よし、ポリポ、はい、絶対落とすな、あんまりいけないから。ゴンゲブッチブッチすぎだろ、あんな蹴るそんな蹴るラバーか、切りすぎだろ、あんなマシだ。じゃあ落ちてないからネットミスしてないからギリギリやっちゃったっ、あの細かすぎてるところにやったら行っちゃったっていう、もうそれも、まあまあまあ、なるほどなるほど、そういう感じで、はい、あの言ってくスタイルね、ゴンゲーとか言ってくスタイル、ね、じゃあ最後ワッタさんにやってもらいましょう。はい、はい、じゃあユージくんのナックルサーブ、はい、見ていきます。めっちゃいいナックルサーブ、ね、そんなオーバー、足音なしにしたらこんな感じです。あ、まあ純粋ナックル、本当にナックル、はいはい、はい、ここからじゃあもう、ここからも演技、はい、はい、演技スタートです。さあ、え、もうマジで結構切れてますね。ちょっと待って、おかしいです、ちょっとさ、視界にそれ入れないでください、ちょっとこれ蹴るわちょっと恥じるわ、ちょっともう一回やらせて、もう一回やらせてま、マジっすか、え、今下っすか、え、ナックルに見えた、え、ちょ、もう一回いいっすか、マジで、え、ちょ、どうやって切ってんすか、もうこうやって、ちょ、もう一回、もう一回、すごいね、これ、あのね、やって思った、あの、わざとミスするって
難しい難しい。こっからは、ね、今みんなそれぞれの演技をね出してもらったと思うんで、今度はガチでやっていきます。一人だけ一人、ね、そう一人だけガチの社会面を受けてる。まあ、ちょっとボールの方は、ここはほぼモザイクで当たった瞬間と表情、動き、リアクションで、あの、この人が演技をしている、この人がガチで受けているっていうのを、あの、当てれるかっていうのを視聴者にクイズ形式でやりたいと思います。この辺ちょっとじゃんけんでやっていって、ほぼモザイクです。はい、じゃんけん勝った一人が下回転サーブを出す。最初はグー、じゃんけん、ほい！ということで、下回転を出すサーブが誰なのかが決まります。誰が本当に下回転受けているのかっていうのを皆さん当ててみてください。はい。ということで、やってみましょう。あ、じゃあちなみに、どれぐらいの下回転を出すのか。今まで出したのはこういうナックルですね。はい、食べられる。だったんですけど、今回出す下回転は、あー、割と。もう普通に切ってる。これ7割ぐらいの力の。7割ぐらい、これぐらいの。はい。やっていきましょう。2球勝負。じゃっじゃっよし。さあ。次、アリエ選手の番。はい、どうぞ。いや、もう今入れに行ったのにさ、じゃねえなこれ。ちょっと一回今前が大切だから。ごめんね。ちょっとラバ大丈夫かな、死んでるかな。さあ、じゃ。笑っちゃうわ、切れすぎて。ゴンゲ。じゃあ最後、終わったようにやってもらいます。じゃあす、もう一回先のサーブ出してもらっていいですか。はい、じゃあす。もう上手いんだよ、本当に。いやー、すげえわ、やっぱり。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。あの、まだ答えが出てない方は動画を一旦ここでストップしてもらって、自分の中で答えを決めてから進んでください。ここから答え発表していきます。本当に下回転の、サーブを出していたのはドゥーン、アリエ選手です。なので僕が下回転のサーブを本当に落としている状態で、アリエ選手とワッカが実際にやっていたのはナックルサーブを落とした時のリアクションでございました。いかがでしょうか。意外と難しかった。まあ難しいですね。実際演技でやってって言われたらちょっと難しかった。本当に騙せてるのかなっていう、実際やってみたら、うん、そう、自分がどう映ってるのかみたい。そうそうそう、もしあの演技で騙されてるようだったら危険な匂いがします。世の中にはいろんな動画がありますから。演技が少なくとも入っている動画っていうのは世の中にたくさんあり余っています。まあでも僕のチャンネルは絶対そんなことないですよ。いや、ないそのさ、自分のチャンネルだけみたいな。僕もないですから。僕もないですよ、ちなみに。いやいやいや、はい、いや、一番健全じゃねえな、もう。Ha ha!